こんにちは。花房園の東京都府中市の花房園の野口貴子と申します。毎日暑い日が続きますが、今日はそんな暑い中、イベントをご紹介させていただきます。日時は8月の11日日曜日、11時半から17時になります。場所はですね、東京都お江戸浅草の東京都立産業貿易センターというところの4階台東館の会場でございます。イベントはですね、アクアリウムバスという名前なんですが、今年で何回になるんでしょうね。大変人気なイベントで、アクアリウム、水槽の中でめでていただくような観賞魚、両生類のカエル、そして爬虫類などなど、そういったものをめでるペットとして楽しまれる方のイベントで、その水槽の中には変わった水ゴケですとか水草ですとか、あとこういったベゴニアもテラリウム向き品種がございますので、湿度に好むテラリウム向き、アクアリウム向きのベゴニアを販売をさせていただきます。今回は弊社の名前ではなく、大変珍しい変わった植物を扱っていらっしゃる珍草プランツアクシスさんのブースのもと、弊社のベゴニアをご一緒に販売をさせていただきます。詳しくはですね、花房園のホームページからご覧いただくと、詳細の地図マップを掲載していますので、そちらで珍草プランツアクシスさんのところにお越しいただけると、こういったベゴニアを販売しておりますので、お越しいただけたらと思います。目玉はいろいろあるんですが、今回はこちら、インドの北部シッキムの原生地のベゴニアを採取したものですね。原生地採取のこのベゴニアを販売いたします。大変希少なもので、おそらく日本では発売されてない、そういったものなんですが、今回初めての販売になりますので、こちらもぜひ数量が限定でございますので、お早めにお越しいただければ お持ち帰りいただくことができます。入場料は1000円頂戴しております。お子様は無料でございます。大変楽しい、ね、イベントなので、ご家族で夏の一日をお過ごしいただくのもよろしいかなと思います。では皆様、暑い日がまだまだ続きますが、熱中症にはお気をつけいただき、お元気に楽しい夏休みを、グリーンとともにお過ごしいただけたらと思います。では皆様どうぞごきげんよう。ありがとうございました。